前回の動画で覚え吹きの人がね、いや私のリードもっと高いわっていう声が聞こえてきたんですけど、クラリント実はねリード台だけじゃないんですよ。それがこのマウスピースとリガチャーと呼ばれる部分、クラリント実はここも自前なんですね。まあその分ねカスタマイズする楽しみができて、音もねより自分好みになると思うんですけど、何せ高い。マウスピースがだいたい10,000円、リガチャーは高いのだと数万円もするやつがあります。まあ、とはいえね、サッカー部がスパイクを買うように、バレー部がシューズを買うように、クラリネットを吹くにもね、多少初期投資がいるのかなーなんて思っています。まあ、全部の楽器に基本的にお金かかっちゃうんですよ。なんでね、みんな親御さんに超感謝しましょう。練習した楽器を披露したりすると、すごく喜んでくれるかもよ。